おいは岡野雄一、またの名をペコロス岡野と申す。長崎で暮らす団塊世代の親父である。家族は息子と、いろいろなことをどんどん忘れていく年老いた母。そんな母に今日も会いに行く。ねんねんよ、ねんねんよ。こんにちは。あら岡野さん、いらっしゃい。今日はご機嫌さんですよ。お孫さんはおんぶして。ねんねんよ、聞くのはよかこそ。ねんねんよ、聞くの。いやいや母ちゃん、孫はまさきやろ。え、お孫さんじゃだいやろか。母ちゃん、風邪ひくぞ。あんま揺らすな。せっかく寝たとに目ば覚ますやろうが。はいはい。そーっと布団ばかぶせて、聞くののおるけんが。一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ九つと、角つくうちは神様子。いやいや、やっぱりうちんこぞ。つばなれせんでうちんこぞ。え、姉ちゃん。聞くのは、おいの生まれる前、小さかまま亡くなったおいの姉ちゃんだった。つばなれ、一つ二つ三つと数えていくと塔でつが離れるからつばなれ。昔は塔にも満たない子が流行り病で脳なることが多かった。でもつがつくうちは神様の子やから仕方ない、神様にお返ししたんやと、子を亡くした親を慰めるために考えられた昔の人の優しい言い伝え。うちんこぞ。長か時間ば経て、神様がやっと母ちゃんに娘を返してくれたとでしょう。もうどこにも行かんとぞ。もうどこにも行ったらダメぞ。